さて、そして乗せました。そして、ガスを点火します。まず開けます。開けると大変ですね。そしてここで点火。お、つかねえ、つかねえぞ。あ、ついた。よし、はい、つきました。一応ね、家庭用のボンベ使ってるんですけど、まあ屋外でも使える感じなので、結構ね、音がですね、結構いい感じの音出ますよね。ジェットエンジンみたいな声。アレクサが、急に喋りました。なんかで反応したんですけど。これでですね、まあ、音を思い切ってやってみましょう。これね、これが最高火力です。この最高火力なんてする必要ないんでね、ゆっくりのんびりやりたいと思います。なので、このガーナーにしてみると、中火ぐらいですかね。これぐらいでやってみたいと思います。これで、まあ、沸騰してくるのを、まあ、待つ、っていう感じなんですけど、まあ、待ってる間に、いろいろ話したいと思いますけど、僕はですね、今60って言いましたけど、まあ60なんで、まあもうすぐ定年退職なんですよ。で、定年退職の後も、まあ一応働こうかなとは思っていて、一応会社には、契約延長というか雇用延長ということになってるんですが、まあでもなんかね、人生後半これからどうするかっていうことにおいて、まあいろいろ選択肢ができるっていう感じなんですよね。まあ、必ずしも無事働かなくてもいいわけで、そうすると何したらいいのかなっていうのが結構ね、まあいろいろ悩みですよね。で結構ね、60過ぎても僕、まあ見た目もどうかわかんないですけど、少なくともまあ昔の60歳よりは全然なんていうか元気なわけですよ。だから自分でせっかくそのある種フリーになるんだから好きなことやりたいじゃないですか。でも好きなことがまあ見つからない人は意外に多いんですよね。何やったらいいんだろう。そういう時に、とりあえずコーヒーでも入れてみるか。で、まあ、コーヒーでも飲んで考えるかっていうことを思うと、まあこういうね、普段やらないような方法でコーヒー入れてみるっていうのも悪くないんじゃないかなと思います。僕はそういう割と暇つぶしの方法をよく知ってるので、折に触れてこうやって動画にして、皆さんに、まあ僕の暇つぶしの方法ですね。それを、まあ、ご紹介していこうかなというふうに思っております。という口にね、ちょっと湧いてきましたよ。で、音が聞こえるとわかります？ちょっと湧き立ってる感じの音があるじゃないですか。で、これ蓋ね、よくこういういろんな機材で、完成するまでは絶対蓋取らないでくださいとか、そういうのありますけど、これないんです。これ蓋ね、単にね、ポワーンと飾りみたいについてるだけで、開けたところでどうにもなんないんですよ。開けてみて中見ましょう。そうすると、お、結構いい感じで湧いてますよ。これね、ちょっと別カメラで撮っておきましょう。よし。はい、ビデオで撮ります。あ、曇ってきた。曇ってきたけど、ちょっともう一回、このレンズ拭いて。もう一回取ります。おー、湧いてきました。あ、もうコーヒーが出てきてるの分かります？中に。コーヒーがどんどん出てきました。下の水が、お湯になって、コーヒーになって上がりきったら火を止めるっていう、ね、そのタイミングが問題なわけです。で、割とですね、このカセットバーナーは火が強いんで、話してる間にどんどん上がってきてるんですけど、まあ、大体ですね、この上の中に入っているこの棒があるんですけど、その棒というか、その下から水が出てきて、水が入ってきて、コーヒーになって出てくるパイプですね。パイプの先からこうやって、さっき見たように、コーヒーがちょろちょろっと出てるんですが、これがだいたい先端からね、2センチぐらいかな、下まで溜まるぐらいまでゴツゴツ出てきたら、まあ終わりっていう感じなんですね。さあ、だいぶできてきたぞ。そろそろいいかな。時々こうやって様子を見ると。あ、でももうそろそろいいですね。はい、じゃあ火消します。はい、消しまし
た。これでコーヒーできました。エスプレッソのカップにこうやって入れます。はい、完成です。エスプレッソ、はい、あ、ちょっと難しいよね、リズム取るのね。あ、ちょっと見えた。こんな感じです。いただきます。いただきます。美味しいですね。濃厚ですね。濃厚でね、いわゆるあのクレマっていうんですけど、あの機械式のエスプレッソで作るとね、あの泡が出るんですよね。泡はね、出ないんですよ、あの直火式の場合は。で、直火式の場合はこういう感じで熱々で作れるんで、まずね、メリットはね、熱々なエスプレッソを飲めるっていうことですね。これかなり濃厚です。美味しいですよ。うん、さて、これまだ熱いからこれ気をつけないといけないんですけど、今明日これ木でできてるんでね、テーブルこのまま置いちゃいます。問題はこっちですね。こっちはね、冷えるまでとにかく放置。さあ、絶対触らない。余計なことしない。絶対この、やけどしますからね。でもさ、まだこうやって残ってるわけじゃないですか。はい。これが、これをこれからどうしようかなって。アイスラテにしたいと思います。アイスラテね。アイスラテ。これコップ。さて、また用意しなきゃ。牛乳、よし。それから6アイス、はい、で、これで作ります。僕の作り方なんでね、ラテ、アイスラテ、いろんな言い方もあると思いますけど、僕のやり方なんで、これは僕のやり方だと思って見ててください。これ、シュガーね、スティックシュガー。これ一つ入れておきます。入れときますけど、これに対しては別に、これ以上何もしない。で、そして牛乳入れます。一応その牛乳と、コーヒーとの割合でいろいろアイスラテとかカフェラテかカフェオレか決めるとか、まあいろいろあるんですけど、まあやり方次第でごちゃごちゃいろいろ分岐していくんで、今回エスプレッソを使うからラテ、それぐらいの感じでやってます。で、アイスラテは僕は割と牛乳いっぱいが好きなので、これぐらいですね。はい。で、中に砂糖が沈んでますが、砂糖は思いっきり溶かさなきゃとか十分溶かすとかっていう感じじゃないんですよ。僕これぐらいで少しほんのり甘みがつく程度がまあ好きです。そしてそこにですね、ロックアイス多めに入れます。入れました。こんな感じね。そしてそこにさっきのこれ2カップ用ですから、さっきカフェオレカップじゃない、エスプレッソカップに1杯しか入れてないですから、もう1杯分この中にまだ入ってるわけです。その入っているエスプレッソを頭から氷の上から注ぎます。こんな感じね。これ全部入れます。はい、エスプレッソもう一杯分のエスプレッソが入りました。はい、できました。これです、僕の作ったアイスラテね。これかき混ぜない感じがまたいいんですよね。とりあえずこれで一杯の、おいしい。ちょっとロックアイス片付けてくるんですね。この片付け、牛乳も片付け、
よいしょ。はい。ということで、1回の、抽出でエスプレッソカップとエスプレッソアイスオレができました。これね、かき混ぜるとちなみにこんな感じ。はい、いいですね。いい感じ、美味しそうですね。はい、ということで、60代になってやることねえなって、思ってるような皆さんが、何でもいいからとりあえずコーヒーでも入れてみたらどうでしょう。以上です。ご視聴いただいてありがとうございました。